浜の女神。澄み渡った緑の空には月ばかりがさやかに照って、うなずらには一堂の金色がふらふらと流れている。今が道潮でもあろうか。波は白金のような足でちょろちょろと砂地へ這いのぼって何を囁ささくのであろう。 ピチャピチャとかすかな音をさしている。見渡すと、落ちこちに立ちこめたヤきの奥に、魚村のほかげが、淡く豆のようにチラチラして、さながら瞬きでもしているよう。どこやらで、のんびりした声で歌っている船歌が、ふとすると、まるで境の眠りを呼び覚ましでもするように、 わめき出して、また静かになって、それが、いくたびとなく繰り返されると、やがては、もみこまれるように、もやの底の方へたづいてしまう。あとにはただ、沖から膨らんでくる波の、なぎさに崩れて、怠けたような、鈍い、単調な響きが、あたりに散らばるばかり。 浜はひっそりとしていた。雪暮れて自分は単身。この太古かと思われる境をさまよって行くので、本街道を行けば目的地まではおおよそ七八里もあるのだが、近道の浜津いということにして、前の漁村を出た頃はちょうど 日が西に沈んでしまって、ここしばらくは夜と昼との小競り合いというところ。遠くの山はもう夜の幕に閉ざされる頃であった。元より急ぎの旅というのではなかったが、8月といっても残暑が厳しいので、昼の旅の難儀を恐れて、 それで夜道を行くこととしたのである。浜は太平洋に面して、松は青く砂の白い弓なりに曲がった五里の朝廷。果ては墨絵を見るような何がしという岬に区切られている。一体人縁稀なところだというに、 まして、夜もややたけたからでもあろう。そこらには、人らしい影といっても見えなかった。遥かの沖に、いかつり胸でもあろうか。無数のいさりびが、星の並んだようになって、チロリ、チロリ、変わる変わる目覚ましくしているかとも思われる。 その瞬きは、もう、秋の景色が動いている兆差しなので。見上げると、精霊の夜食、明美の風景。おそらく、夜漁を水のごとしとでも言うのであろう。塵は沈み、火はしめやかに。煙のごとく中空に流れている、あわあわしいもやの中には、 あるいは、微震が待っているのではあるまいか。見ていると、表表としてそこには何か物があるように思われた。右輪も一面に灰色の焼きを吐いている。そこへは、月影がこっそり差し込んで、まるで虹のような有名な光を放っている。 そこらに散らばっている貝殻は、牛尾に濡れて、青みがかった薄光を放って、さながら、宝玉が転がっているよう。松と言わず、砂と言わず、あたりはひととき、キラキラ、キラキラと光り出して、すぐとまた消えてしまう。どこかに錆があって、そうして静焉な景色であった。 いつか砂の上を歩くにも飽きてしまって、渚に降り立つと、波の名残は、ちょろちょろと、静かに這ってきて、臆病らしく足首にまつわって、白い泡を立てながら、ぴちゃぴちゃと静かに騒いでいる。まるで、 洋楽ででも飾ったようになって、ほてりきった足を覚ます、その心よさといったらない。波が引くと、右輪は白くなって、かっきりと映った自分の影が、ゆらゆらと揺らぐ。我にもあらずうっとりとして、疲れも忘れてしまって、影を見つめながら、 ややしばらく右輪を行くと、ふいに、残部とばかり打ち寄せる波に、腰から下を現れて、人への裾をずぶぬれにしてしまった。これに懲りてしまって、再び砂地を漕いで行くと、や、いつか、と、名付けられた山の頂に、 真っ黒な怪しい形の雲がぬーっと現れて見る間に緑の大空にみなぎるのであった。月光は次第に薄らいでゆく。と、牛をうさい湿気を含んだ冷ややかな風がひと殴れ、大気を動かして松並木はざーっとばかり、 川の背のような激しい音を立てるかと思うと、雲の間からピカッピカッと稲妻がひらめくのであった。はじめ、薄をするように聞こえていた雷は、だんだんと近づいて、やがて頭の上あたりでとどろき出す。ぽつり、ぽつり、大粒の雨も落ちてきて、 風は恐ろしく冷たくなった。沖は真っ暗になってしまった。せっかくの興味もたちまち打ち消されてしまって、自分はやがて来る旧を咲くべくところを尋ね出した。夕立ちでもあったのであろう。一時は車軸を流すとでも言うような大雨もたちまち上がってしまった。 自分は、雨宿りをしていた小宅小屋かとも思われる戸間屋を出た。途端に、ひやりりをかすめるものがあったので、ぎょっとしてみると、松のはずえから落ちた雫であった。そんなこんなで、だいぶ用をふかしてしまったので、行く手を急ごうとして、戸塚は小屋を出ると、 ちょうど出口のところに、しょんぼり立っている女があった。びっくりして立ち止まると、女も驚いた手で、逃げ身になっている。かと思われた。ややしばらく、睨み合いの手であったが、あんまり罰が悪かったので、どうも、きつい雨だった。 つい自分の方から声をかけた。女もえしゃくして、きつい雨でござんした、と物慣れたもの。自分は小屋を出て、どちらまで行くのです、と聞いてやると、町の近辺まで、と言う。私は土地が不安内のものですが、 町まではまだどのくらいあるのでしょう。もう、小一里ぐらいのものでございましょう。と、ひなには珍しいひとやかである。そこでつれになってしまって、しずくのしげしい松並木の下を縫ってゆく。月光はさらさらと松の小ずえをすかしてきて、だ地のところどころ、 半木で吐かれたようになっている。見上げると、はずえはまだ梅雨を宿して、キラキラと光っていた。雨に現れて、めり入るもののすべては黒みを帯びて、それでなんとなく清掃の感を与えた。あたりは、さらにひっそりして、ただ、 波のうねりばかりが時を見計らっては、ど、ど、どっとわめき散らしている。まるで死んでしまった世界をよみがえらそうとしていらだってでもいるように。女は自分の後について静かに歩んでいた。歳は二十二三でもあろうか。 紺し絞りの浴衣を着て、洗い髪というものでもあろう。竹に余る黒髪を、パラリ後ろへ振り乱している。抜けるほど色白なのに、月影が映って、青みを帯びた顔は、どこか手高いとこがあって、さながら大理石で刻まれた、女神のよう。 目はパッチリして綺麗の長い、鼻のツンとした。それは、見ていてもとうとうとする麗るしさ。ふとすると、浜の女神の精霊ではあるまいかと思われた。土地の風俗の模様などを聞いて、うかうかと歩んでいるうちに、松林は、だんだんとまばらになって、やがて、 行き尽くそうとする頃に、女は、ふいと立ち止まった。もう、お別れいたしましょう。おかげさまで、寂しい思いもいたしませんで。ありがとうございました。あれに見えますが、私の宅でございます。むさいところではございますが、お暇の折には、お立ち寄りくださいましな。 母と二人しかおりませんから。いずれまた。と、つい通りの挨拶をして、別れて二足三足踏み出したが、何か残り惜しいようで、ふと後ろを振り向いてみると、おそらく女の家なのであろう。まるで影のようになって、松林の奥の方に、 ただ一見、ささやかな家があって、窓からはうっすりと明かりがさしていた。ちょうどその矢の腰をめぐってくるらしかったが、自分の立っている足の下には、小さな流れがちょろちょろと流れていて、月光を浴びて杉布のように光っていた。 おそらくそこから泉からでも流れ出すのであったろう。あの雨だったというに、水の清らかなこと、冷たいことと言ったらなかった。気のせいか、あたりには、一種、爽やかな香りが、満ちわたっているようであった。何の香りかわからなかったが、あるいは、 松の木であったかもしれない。月の成功を浴びていたからでもあろう。流れとも言わず、家とも言わず、青みを帯びて、なんとなく静縁な面を追って、極めてゆうずいな境であった。全く人感を脱してしまって、神でも、 すまっているような。女は一度こっちを振り向いて、招きぎでもするようなそぼりを見せたが、たちまち松の木陰に隠れてしまって、もう再び姿を見せなかった。まるで消えてしまったよ。多分家へ入ってしまったのでもあったろう。 その晩、宿について、へとへとに疲れた体を、床の上に横たえて、眠ろうとしてみるが、さて、寝つかれない。先の女の影が、目先にちらちらして、目は冴えるばかりであった。何かしきりにもだくだするので、ふと飛び起きて、窓を開けてみると、 目下には海がぼうぼうとしている。ゆんでにはさっき通ってきた松らがこんもりとしてうねうねとして斜めに流れている。そのうちには何か神秘がこもっているようであった。またとこについて無理に眠ろうとしてみたが、どうもいけなかった。 トロトロとするかと思うと、波の音に呼び覚まされたりなどして、とうとうよっぴて寝苦しく明かして、暁頃にわずかに眠られたという始末。疲れきっていたからでもあろう。ぐっすり寝込んでしまって、目の覚めたのは、明くる日の昼がだいぶ過ぎた頃であった。 表は、日ざかりの、浜の砂は、キラキラ、キラキラと光って、見ていても、明日の厳しいのが思いやられた。それで我慢をして、四時ごろまで宿にそわそわしていたが、もう我慢がしきれなくなって、ぷいと宿を出てしまった。松林について、前夜、 女と別れたと思わるるところまで来て、そこここと見回したが、家らしい影と言っても見当たらない。ただ、松風のさすさすとかなずっているのであった。不思議とばかり松林の中に突き入って、松の中を縦横に尋ね回ってみたが、そこらには塩宅小屋すら見当たらなかった。 やがて、夕風そうよと吹き立って、遥かの岬は、もう、ユーモアに込められ染めた。がっかりしてしまって、とある松の幹にもたれて、あたりを見回すと、小流れは依然として、ちょろちょろと砂地を区切っている。そこには、白金のような砂が、 ゆらゆらと揺らいで、りからの夕映えに、松の葉越しに、身のもは、一松の暮れないを染められるのであった。流れの源は、つい近間の、形のいい四五本の松に囲われた泉であった。闇は、だんだんと迫ってきて、小流れも、 いつか、わずかに、ほのじろうを見られるようになった。けれども、家は、ついに見当たらなかった。もとより、とぼしみの影も見えなかった。月はもう、海の果ての方に顔を出す頃だというのに。 自分は諦めてしまって、宿の方へキビスを返しながら、浜の女神でもあったのかしら、と不思議がってみた。あるいは、事実、浜の女神であったかもしれない。とにかく、その怪しい女の姿は、未だに、 自分の記憶に残っているのである。確かに、夢ではなかったのだから。